人物や四季折々の風景が描かれています。池上若菜さんは自身が出向いた先で心動いた瞬間を切り取り油絵で表現、岡山で制作活動を続ける画家です。会場には日展の特選も受賞した作品や金券を訪れて描いた作品20点以上が並んでいます。こちらは長島愛生園を訪れ描いた新作です。白を基調に光と影を繊細に表現し、感じた温かみを伝えたといいます。自分が見てきた感動を絵を通して共有してもらえたらいいなと思ってます。池上若菜油絵展は岡山高島屋で今月30日まで開かれています。